なんか撮影とかするときに、なんかどういう髪型にしようかなみたいなのを考えながら、それを、まあ、僕もともと絵描くの好きなんで、なんかそれをこう絵に起こしてみて、なんかあ、こここういう毛束欲しいなとか、なんかそういう細かいところまでちょっと描いてイメージすることが多いですね。でそれは結構、まあ、今やってるみたいな、なんか元の写真があって、これも僕が作ったやつなんですけど、なんか作っていって、なんかさらにいいものを作りたい時に、まあ、元の写真でなんかこう、まあ、反省も含めて、なんかあ、こここういう毛束があった方が良かったなとか、いやもっとここの前髪こう立ち上げた方が良かったなとか、ちょっと目にかかりすぎてたから、こう次は目外してちょっと毛束作ってみようとか、いろんな髪型を作ってきて、いろんな写真を撮ってるんですけど、なんかほんとこうマイナーチェンジで意外とパッと見の印象が変わったりとかもするんで、で僕結構、まあ、目に留まる写真を作ろうとしていろいろやってきてるんですけど、なんかもちろんそれに狙えたものもあったり、逆にこう埋もれてしまうものもあったんですけど、なんかそういうのもなんか埋もれた写真の中から、あ、ここはもうちょっとこうした方がかっこいいとかっていうのをこう絵に描いてちょっと修正して、で次の撮影の時にそれ活かして、そしたら前の時よりもっといい写真が撮れるみたいなのが結構あったんで、まあ、それをちょっと繰り返してるような感じですね。とか例えばこれ、あの本当ゼロからバーって描いて、あ、次こういう写真撮ろうと思って、で撮ったのがこれですね。お、絵とそっくりですね。これが、あ、そうです、ちょうどこういう絵をイメージして、まあ、実際もちろんこうウィークとかでも練習するんですけど、まずはこれを描いて、でこう形にするために、まあ、ちょっとモデルさんとか選んでこういうのを撮るとかっていう流れが結構作品撮りとかスタイル撮影するときは多いですね。あとはもう超極端な話、次のモデルさんが決まってて髪型を変えるときは、そのモデルさんの写真に対して、あの絵で髪を上書きして、まあ、ちょっとイメージを作らせるみたいなのもありますね。僕の、まあ、今の目標が、まあ、新しい美容師のモデルケースになるっていうことなんですけど、ハードワークがきつくなってきた時にどうしていった方がいいのかとか、独立したくないって思ってる人はどうした方がいいのかとかっていうのを考えた時に、なんか僕自身もあんまり独立したいなってもともと思ってなくて、自分でお店を出したいっていうよりも、なんか美容師として楽しんでいきたいっていうのはもともとあって、ただこう美容師として楽しんでいく中で、じゃあ40歳50歳になった時に、まあ体力的にももちろん上がっていくわけじゃないと思うので、じゃあどんどんこう落ち着いて丸くなっていきたいかって言われたらそうじゃないなっていうのもあって、でそこで考えたのが、その、まあ、僕が技術を教えるオンラインサロンもそうですし、薬剤を作るっていうのもそうですし、なんかそういったこうプレイヤーとしてある程度こう頑張ってきた形を違う形にして、こう世の中美容業界に還元していくっていうのがやりたいことだなと思って、結局こうオンラインサロンの発展にもパーマ剤の販促にも僕自身の価値が落ちてたら、まあ意味がなくなっちゃうなっていうのも思うので、僕はプレイヤーとしてこうもっともっと高いところを目指していきつつ、その目指した結果がその他のところにつながっていくっていうのが、まあ今僕が作っている流れなので、そこにこう力は抜くことはしたくないですし、まあ、それが今こうできているのは、まあ、うちの会社ってあのバックオフィスの方が結構いらっしゃって、まあ、これをやりたいって言った時にそれをこう管理してくれてる人がいたりとか、まあ、オンラインサロンで言ったら入会者さんの連絡を常にやり取りしてくれる人がいて、そういう人たちがいるからこそ僕はあの営業時間はあのお客様にずっと向き合えてるっていうのがあるので、まあ、そこがゴールドとしてこう強みであり、まあ、僕自身がやりたいことに対してまあ、すごいありがたい環境だなと思っていて、でまあそれプラス4月とかはあのそれこそ新店舗のオープンに向けてまあ準備があって、でまあもちろん営業もあって、でオンラインサロンとパーマ剤のこう活動とかもあって、まあめちゃくちゃ忙しかったんですけど、正直ただ
まあ、現状別にそれで給料が上がるわけじゃないの でそこを今求めているというよりも、まあ、これから先の形になった時にこう価値が上がっていくことに対して今は投資する時間だなと思っているので、まあ、これ文句言ってるわけじゃないんで、はい、うちの会社にまあなんでこれ今言ったかっていうと、まあ、最初からうまくいってないこともあるよっていうのを今のうちに言っといて、なんかこう、まあ、成功じゃないですけどうまくいった時に、まあ、なんか後付けじゃんって思われるのも嫌なので、最初からうまいことできてたから、こう最初からいい環境があったからこういうことできてるんじゃないって思われるのもちょっと嫌なんで、まあ、今は結構身を削ってやろうと思ってる時期なので、まあ、そこに対して、まあ、これから先のビジョンに対して投資していくっていう期間が今ですね。見える大丈夫ぞ、いい感じでしょ、はい、 OK、 ありがとうございます。どうしたどうしたあ、誰か傘をください、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 雨が降ってるんです。音声入ったらどうする、また。何この間は。何この。これからは、まあ、ちょっとコロナも落ち着いてきているので、まあ、今やってるオンラインのこととか、まあ、SNS だったりとかを、まあ、しっかり足を運んで全国回っていきたいなっていうのがあって、まあ、結局こう映像で見ているものと直接触れれるものって、まあ、感じ方も違いますし。まあ、伝えれるものが違うと思うので、なんかそれをこう全国まずは僕自身が足を運ぶっていうのをしっかりやっていくのが、まあ、この2022年の下半期から、まあ、大体僕のイメージだと1年間ぐらいは、まあ、しっかり足を運んで、まだまだ全然元気なんで足を運んでこう、まあ、美容師様だったりとかもう現地の方とコミュニケーションを取って、まあ、しっかりこう直接伝えられるものを伝えていって、まあ、美容師さんだったりとかお客さんに対してこう、まあ、僕だったらパーマなんですけどっていう価値とか、まあ、本質的なこだわりとかっていうのを広めていって、まあ、その1年後次どうするかっていうのは、まあ、その時に考えるんですけど、今広めるための手段としては足を運ぶっていうのを、まあ、ここ1年間の目標にはしてますね。